ロープを何かに見立てることで、情景やイメージを明確に捉えることができるため、動きを発見し、そこからの展開も見えてきます。ロープを効果的に使用し、見立てていくことで、さまざまな作品を作り出すことができるのではないでしょうか。次に、ロープを巧みに扱うことで、表現につながるのではないかと考え、試してみたいと思います。